シーズン2が開幕しました。今日も楽しくゲーム実況、プレイは大胆かつ慎重、プリーズサブスクライブランデブーミヒトチャンネル。はいどうも皆さんこんにちは、こんばんは、ミヒトです。今回はですねアイデンティティ5第5人格の方やっていきたいと思います。新しいねシーズンが始まりまして、今ねなんだかなこのカウボーイ、彼が今1週間先にねプレイできますよってガチャで当てたら1週間先にプレイできますよ、なかなか面白そうなねカウボーイさんなんですけども、ちょっとね傭兵さんが強くなりすぎてるんですよね。はい、なんですかこのダッシュって鉄の肘当てを携帯し、この鉄の肘当てが、傭兵だったら使える回数が増えたり、これかな屈強、これでハンターに縛られても15秒間は何も起きないんですよ。15秒間は何もなく元気のままで、15秒後に開いたってなるっていうね、はい、鈍感ってやつですね、はい、ただこれ結構強くなってて、まあ、チェイス向きのキャラクターですしいいんじゃないかなということでちょっとやっていきたいと思いますよ。ちなみに初めて使いますさあやっていきましょう。赤の境界、ここはなかなかチェイスがしやすい壁がいっぱいあるとこですが、ですね僕が傭兵使うってなったら2人が俺も傭兵ってなっちゃって、はい。傭兵3人対1です。なぜだ？なぜこうなった？まあいいけどね。これ俺もう一人の傭兵さんですね。傭兵さんね、3人とも同じ格好してるからね。傭兵3人衆揃っちまったぜ。いやー、揃っちまったな。解読に集中して。おっと？あ、びっくりした。どうしたなるほどな。いたね。ふい！ああ！いいね、鉄の肘当て。一瞬だけど爆発的な効果力。え？待って、こっち来てんの？バレてない？ふははは！そっち行ってねえんだよな。間違って使っちまったぜ。あ、使うつもりないのに使った感じになるんだけど、なんで？気のせいかな？まあいいや。ここの解読しましょう。あれ？ここにいた二人どこ行ったんだ？はい、解読、ペッと。解読はそんなに遅くないよ、大丈夫よ、はいよ、OK よ、解読に集中して。さっきの傭兵二人さんはあっちに行ったのかな？おい、意思が追われてなければいいですね。意思はちょっと難しいと思うので、チェイスは。ちょっとカクつき始めたぞ、アンドロイド、頼むぜ。でまだ暗号が1個も解読されてないんですよね。まあそりゃ3人固まってるとこに来られたら当たり前か。で今回復讐者のレオさんなんで、まあとにかく救助が難しい。今いなかったか。傭兵さん殴られたんよね。あ、これで入っちゃいました。傭兵さんどこやろうか。はい、解読終了。ああ、終わったな。あの傭兵さん終わっちまったよ。解読に集中して、集中するけどね、難しいよ。なんか、肘当てって勝手に使う設定になってる？もしかしてこれ。傭兵さーん。傭兵さん。勝手に使うようになってるよね、これで、絶対ね。ボタン押してないのになっちゃってるよ。どこに釣られる？あ、まだ釣られてない。え？まだ釣られてない？逃げたのかな？ OK？ マップ。マップ悪くないけど、あれに、マジかい！やる！ってことは、傭兵さん殴られた後逃げたんだな。傭兵さん殴られた後逃げて、いい感じに敵さんを巻いたんだ。で、ハンターどこだ？もう一応パペットが1個出るはずだが、動かないで手伝うよ。マジかよ！そこ3人固まってるね！寂しいな、ちょっと。え？寂しいやん。いや、まあ、傭兵さんはね、回復、遅いからね。解読に集中してっていうことか。そりゃ失敗するって！解読に集中してって、テキスト、うと思ったトカタンに来るんじゃないよ。トカタンって何ですか？
今ので来るかな。来ねえな。解読に集中してって言ってるってことは、こっちには、向こうにいるのか。チェイス中ですか、もしかして。追いかけっこ中ですか。っていうか、今回暗号解読ばっかりしてんな。まあ、マップ手に入ったから味方がどこにいるのか。おー、一人解読してますね。お医者さん、医師ついてきて、あっち傭兵さんあっちにいるみたいですね。向こうでチェイス。いや、でも、全くダメージ受けてないってことはめちゃくちゃうまい。めちゃくちゃうまいチェイスの人ですか。待てよ。来たね。来ちまったよ、来ちまったよ、来ちまったよ、来ちまったよ。ちょっと待ってくれ、今重くなるのは勘弁してくれ。いや、ちょ待って、止まった止まった止まった。頼む頼む頼む。頼むよ。頼むって。逃げ切れるかこれ。いや、きっついねこれね。終わった。なぜだ。あー、サーバーに再接続中。嘘でしょ嘘でしょ嘘でしょ。固まった。帰ってきたらこの状況ね。はい、みんな、私を助けなくて、私を助けなくていいよ。ああ最悪です、最悪です。アンドロイドの悪いところが出てしまいました。ダメですね。医師そこ空いてんのか、マジか。てか、ぶっちゃけ私のこと気にしなくていいから逃げてもらっても構わないんですが。逃げちゃってくれ。私、治癒が結構時間かかるし。逃げれないのか、もしかして。いや、めっちゃ逃げてる、めっちゃ逃げてる。んで?あ、そこ。そこでしたか。どうもー、ミヒトです。すいません。ありがとう。じゃあ逃げようか。はい、逃げまーす、逃げまーす、逃げるよ。まさかこっちにあれないよね。これこっちにさ、確か出口あるけど、この出口の方向にパペット置いてあったら終わりだよね。お、逃げました。ってことはあっちにいた。多分瞬間移動持ってるか。持ってたとしてもまあ逃げたよ。イエー。あー、ありがとうございました、助かりました。はい、味方さんのおかげです。ごめん、やったぜって言おうと思ったけど、全部味方さんのおかげです。ありがとうございました。お前は俺なんかのために全てを捨てたのか。ご視聴ありがとうございました。今回の動画は楽しんでいただけたでしょうか。コメント、高評価、チャンネル登録、リクエストの方お待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。